本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます、本日の閣議において正式に国民栄誉賞を、授与されるとの報告をいただきました。大変に名誉ある国民栄誉賞の受賞に向けては多くの国民の皆様のご支援をいただいた賜物であります。誠にありがとうございました。世界大会14連覇、また2016年のブラジルリオデジャネイロオリンピック大会の金メダル獲得に向けるなど世界記録の更新をしていくことがこの度の国民栄誉賞に、お応えすることだと思います。今後は、東京オリンピック招致を国民の皆様と盛り上げて応援してまいりたいと思います。以上挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。そうですね、もう本当にこんな名誉ある賞をいただける、国の一番すごい賞をいただけるということで本当に自分はびっくりしましたし、本当に光栄に思って、また次の目標に向かって頑張らないといけないなと強く思いました。私は三重県出身なので、その地元の、真珠三木本、はい、金色で作っていただけたら嬉しいなと、はい、考えておるんですけど。国民栄誉賞ということでそのグレードアップというのは全然聞きたいんですけど、ね、ビーム以外に何かこう考えているとか、社長の、はい、はい、いや、グレードアップを考えていらっしゃるのなら、はい、私は全然受けますし、はい、子どもたちも守っていきたいですし、はい、安心仙台なのでやっぱりみんな安心できる日本を作っていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。